やっぱ酒はもう引退するまで飲むなとかね。お酒って言うても100やって1になしたから睡眠浅くなるから、うん、睡眠の質が悪くなるからやっぱり免疫力も下がるし、うん、回復もしづらくなるのは当たり前だよね、うん、皆さんこんにちは。なんか最近のさ格闘家ってめちゃくちゃ酒飲みながら格闘技やるのがかっこいいみたいな人増えた気がするんだよね。ファッションなんかね、朝倉未来選手とかもそうですさ、うん、平本蓮とかもそうです、うん、結構酒飲みまくるぜ俺はみたいな選手多いなと思ってて、でまあ一昔前の人ってやっぱ酒はもう引退するまで飲むなとかで僕の場合は試合決まったら飲まないみたいな、5週間飲まないみたいな、そういう自分の中の制約を決めてましたね。でまあこれに関してまあいろんな、なんだろう、賛否両論があるというか、ねえな、酒は基本体に悪いな、うん、まずまあもちろんね、それでリラックスできるとか自分なりのベネフィットっていうものはあるのかもしれないけど、基本的にはやっぱりこうお酒って言うても100やって1になしたから、それはやっぱりこう変わらない事実だと思うんだよね。お酒に関してはやっぱファイターってなんやかんや回復させることもさ、リカバリーすることも一つの仕事じゃない、はい、って考えた時にお酒飲んでるとやっぱ回復しにくいよね、うん、本当に何だろうね、おちょこにこう一杯ぐらいの感じだったらメリットもあるのかもしれないけどさ、赤ワインとかね、ポリフェノールがどうとかこうとかあるから、でもまあそんなもんもさ、ポリフェノールなんかじゃあ逆にブドウから取れよとか、お酒じゃなくて、ね、違うものでもできるじゃない、うん、で結局自分がお酒飲みたいからお酒を飲むために、自分をなんだろう、こう否定しないために、肯定的になるためにお酒のメリットを作り上げてるのかなとは思うんだよね。ちなみにお酒飲む？たまに飲みますね。たまに飲んだ時どう、体の調子は？次の日はあんま良くないかもしれない。あんま良くないよね、はい、俺もそう。なんか風邪ひきやすいなって感じがします。あ、そうかもね。免疫が下がるんですから、ね、免疫下がる、だから睡眠浅くなるから、うん、睡眠の質が悪くなるからやっぱり免疫力も下がるし、回復もしづらくなるのは当たり前だよね。でも本当になんだろうな、あとなんだ、打たれようになるとかって言うじゃん。あ、はいはいはい、お酒飲むと。でそれってまあもちろんさ、ちゃんとなんだ、俺の場合使い分けたからお酒を、うん、打たれ弱くなったなって感覚はお酒を通じては正直ないんだけど、はい、でもダメージを受けて多少なりとも出血ってできる、出るからさ、でそこのところでお酒飲むと、まあ、出血の量増えるよね。現在エイムハイ吉岡店では協賛企業を募集しております。キックボクシングジムに協賛するとこの身近な人たちが間違いなくリーチをしてくれるので、非常に協賛として効果が高いと思っております。現在農業フランチャイズクールコネクトさんも協賛をしていただいております。そして、今このコーナーポストにですね、新しい協賛企業を募集しているので、ここは一枠になるのでお早めに概要欄のメールアドレスよりお問い合わせください。あとあれだね、キックボクサーの場合だとそのサンドバッグとか切り込んだりするわけよ、拳とかもそうなんだけど、はい、するとパンパン腫れちゃうんだよね、打ち込みの量が多いと、腫れたところの酒飲むから調子悪くなるみたいな、うん、って考えるとやっぱりこうしっかり追い込むってことを考えると、やっぱお酒ってどうなんだろうなって思ってて、なんか本当にね、格闘技で本当に人生変えたい、成功したいと思う人はやっぱりこうお酒に関しては月1とかね、試合に勝った後だけ、周りを楽しませるため、その周りに馴染むためにお酒を飲むっていうのは一つのね、円滑剤だと思うんだけど、お酒の怖いのは飲めば飲むほどお酒って美味しくなっちゃうんですよね、うん、僕もね、現役当時はお付き合いでお酒飲んでるレベルでね、なんか代謝良かったからさ、結構朝まで飲んでも次の日残んないぐらいさ調子良かったんだけど、引退して、まあ、代謝が落ちて年齢重ねて、でお酒美味しくなっちゃってさ、家でも飲むようになって外でも飲むようになって、7時から乾杯っつうのに6時50分にお店着いてさ、酒飲んじゃうような男になっちゃってね変わっちまったよね
っていうのがね、やっぱお酒の怖いとこかなと。うん、じゃあ若いうちからお酒をね、こうファッションで飲みすぎるとお酒がどんどん美味しくなっちゃって、あのお酒を飲む量がどんどん増えちゃうんですよ。だからね、ぜひね、格闘技をこれからプロで目指したいというね、若い人とか、まあ今現役で格闘技をやってる人、逆に言ったら格闘技を全力で打ち込めるんて今しかねえんだよなって思うんだけ、うん、引退すると本当にあの時は楽しく、まあ、今も楽しいよ、今も人生最高に楽しいし、あの時の俺より今の方がすげえと思って生きてるけど、あんだけこうなんだろう、青春できるっていうのはあの時だけだったなって、34歳になって、まあ、多少思うわけよ。まあ、もちろん今もね、仕事を全力でやってるからあれなんだけどさ、あの時のなんだろう、このひたすら走る、サンドバッグ打ち込むみたいなね、もう動けなくなるまで練習するみたいなことをやれたっていうのもあの時だけだったなって思うからさ、うん、現役の選手はね、お酒は酒、タバコ、麻薬、その辺やめた方が僕はいいと思いますね。うん、まあ、今回はそんな感じの真面目な動画でした。ありがとうございました。